こんにちは。2022年6月13日です。今日は健康診断の日です。病院に行ってまいりました。この映像は病院から出たところです。毎回と言いますと4週に1回ずつ、このところを撮らせていただいています。四季折々、それぞれ通行人の服装も変わってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回の結果も良好です。おかげさまで、神仏と共に生きています。改心、してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、改心の過程にいるということですね。まあ、血液検査、それから腫瘍マーカー、炎症反応の値もほぼゼロということで、問題ないということです。栄養状態も良好です。それから血小板、ヘモグロビン、それから白血球ですか、その辺も良好です。なんで、まあ、今のところ健康であるということです。次回また4週間後に、また血液検査をしましょうという先生のお話です。まあ、ちょっと尿酸の値がちょっと増えたんですよね。あなた車に乗ってるからあんまり水飲まないから増えるかもしれんけど、たくさん水飲みなさいよと言われましたけどもね。まあ、で、ビールはダメなんでしょうかって言ったらビールダメっていうことですね。ビールを飲んだら、まあ、プリン体で尿酸値が上がるのかもしれません。ですから水を飲めということですが、なかなかですね、なかなか水っていうのはなかなか飲めませんけどね。私は白湯を飲んでんですよ。白湯ということは湯冷ましですね。夜間でぐつぐつ水を沸騰させまして、それを飲みます。これはずっとやってます。で、夜間でぐつぐつと煮るんですけども、水をですね、それはすごく時間かかるんですよ。約10分間ですね。10分間、IH のあれを全開にしまして、夜間の蓋を開けまして、10分間煮ます。したがって1リッター作るんですけども、1リッター作るためにはどれだけの水が必要かというと、約2リッターですね。2リッター夜間に水を入れまして、それをぐつぐつ始まってから夜間の蓋を開けまして、換気扇を回して、酸素が入るようにして10分間ぐつぐつ煮る。これが、白湯です。白湯は体にいいということを聞いてます。私もずっと白湯を飲んでます。ずっとで5年ぐらいですかね、白湯を飲んでます。なかなかいいですよね。で、ポット入れまして、ちびらちびら、1リッターなんですが、あんまり飲みすぎると体に良くないということで。まあ、ちょぼっと飲んではまた、飲まない。で、またちょびっと飲むということを、繰り返して1日で大体1リッター、白湯を飲むということです。まあ、白湯を作るのは本当に温めただけではダメなんですよ。それはお湯です。お湯と白湯は違うんですよね。昔よく炉端、炉裏ですか。あれで、下で薪を炊いたり炭を炊いたりして上の方で吊るしてましたよね。魚の格好した天秤みたいなその下に土瓶ですか、土瓶じゃないですね、やかんですね。あれを吊るしてお湯を沸かしてました。なかなかあれはいいんですよね。鉄でできてますんで鉄分も入りますし、いいです。あれが白湯です。で、まあ、朝から火炊いて、夕方までずっと火を炊いて、そしてお茶を飲んで、水がなくなったら、またそれに水を足すということで、ぐつぐつ煮てると。で、あれが、本当の、白湯ということで、私もそれ、方式、やりたいんですけど、なかなかできませんので、朝、10分間、換気扇を回しながら酸素が入るって作る。2リッターが1リッターになってしまうので、相当なエネルギーなんですけど、それを飲んでます。まあ、それで、まあ、水分は、それ、プラス、ビールはダメですね。ウイスキーもダメですね。水を飲めということですので、水を飲むことにしてます。まあ、今回もまた無事、関門を通過いたしました。で、まあ、この病気っていうのはやっぱり、前も言いましたけども、自分で治すんだと。で、先生と看護師さん、そして薬、そして薬剤師さんは、お手伝いをしてくれるんだっていうことが基本的な考えです。で、私の場合は、まだご用にお使いいただけるんであれば、まだ生かしてくださいということです。で、ご用が、何がご用かなと思って、前も言いましたけど、自分で勝手にご用を作りました。皆さんに少しでも神仏のことを分かっていただけますようにというご用を勝手に自分で作りまして、それに向かって今、やっております。
したがって、まあ、少しでも分かっていただければということで、まあ、分かってくれなくてもいいかな と思いながらも、自分なりには一生懸命自分の御用を果たそうと思って努力しています。これが改心です。このことによって、まあ、癌も再発することなく、生かされているんじゃないかなというふうに思います。まあ、これが間違った方向、間違ったことを教えれば、お前間違ってるぞということで、また癌にしてやるかということになってしまうかもしれませんが、まあ、癌は、出たり引っ込んだりしてますんで、免疫力、抗体力を養いながら、正しいことを皆さんに伝えていく。そのためには自分もかなり勉強しなきゃいけないんですよね。かなりじゃないですね。まあ、勉強します。勉強しながら少しでも分かったことを、簡単に簡単に簡単に、伝えていこうかなというふうには思っております。いろんなことが聞いております。まあ、宗教団体の教祖さんも聞いておられるでしょうが、聞いてないかな。いろんな、団体に入ってる方も聞いています。お前は何言ってんだ、アホなこと言うじゃないというふうに思いながらも、思われながらもいいです。私は私なりに、皆さんが少しでも、神仏を動かすことができるように、伝えていく。これが私の使命。これが改心です。伝えることによって私は生かされてるなというふうには実感しています。まあ4週に1回こうやって病院に来て検査を受けるんですけど、これが関門ですよね。これがないとですね、だらけてしまいますね。例えば半年に1回来てくれって言えば半年間何やってるかな、わかりませんね。でも4週に1回ずつ来てくれというふうに先生が言われますので、はい、わかりましたということで全て、受け入れます。そうしますと本当に頑張ろうということで4週頑張ろうということですね。今日はですね、検査を受けて OK だ、なんともないよということなんで、今日はニコニコしてますが、また明日もまたニコニコですね。まあ今回の 4,5 日ぐらいはニコニコしてますね。まあそれ過ぎてからは、また頑張ろうここで気を緩めてしまってはダメだということで、関心になってないからやろうということでまたやります。まあこういうことがいいのかもしれませんね。少し刺激になるかなというふうに思います。今回は、皆さんにお伝えすることは別に、大したことはないんですが、まあ、とにかく免疫力、抗体力、そして、私もそうですが、お聞きになっている皆さんも、何かご用にお使いいただけるということです。ご用にお使いください。私は運転がうまいとか、トラックで荷物を運んでるんだ。私は本を読むのがうまい。私は教えるのがうまい。私は何が作るのがうまい。いいですよ。そういうことを皆さんに伝えていただく、伝える。それがご用だと思います。何もなくてですね、ぼーっとしてただ単にうんこ製造機ですね。それになってしまったら良くないですね。何か目標を持って、進んでいく。私の場合は皆さんにこうやって伝えていくということです。それ以外、絵を描いたり、美しいものを見たり、なんだかんだ喋ってみたり、何度見ると畑仕事をしてみたり、仕事をするだ。私はガードマンで夜は居眠りしながらガードしてるんだ。それも結構ですよ。まあそういうふうにして自分内に、御用というものを作っていくというのが、まあ一つの、目標、生きる目標、そして生かされる目標ではないかなというふうに思います。病気は出たり引っ込んだりしてます。ですのでそれを治すのは免疫力、抗体力です。それを維持するためには、記録を持って、やります。ですが、まあ、もう俺ダメだと思った時にはやっぱりダメでしょうね。まあ、死に変わり、生まれ変わり、生まれ変わり、死に変わりということはよく言われますが、まあ、そのようになってしまうのかもしれません。まあ、私の場合はまだまだ、これから、美しい風景を皆さんに、見ていただき、そして、少しでも、神仏のことを分かっていただけるように、やっていこうかなというふうに思いますし、最新の、素粒子ですかなんかありますよね。そういうものもインターネットで、意外と安く見る、ただで見ることができますので、そういうのを勉強しながら少しでも分かりやすく、伝えてい、ければというふうに思ってます。まあ伝えるということは自分なりに分かってないと伝えられないんですよね。分かってない人が伝えるともうわけわかんなくなるんですよね。私もあんまり分かってないんでしょうかね。分かってる人から聞くと、あ、そうかって分かるんですけどね、分かってないのがもう簡単に言うと余計分かんなくなるんで、できるだけもっともっと分かろうかなというふうには、努力してます。まあそれが努力の過程にいるということです。まあそういうことで、また
4週間にわたりまして、改心しながらいろいろ進んでいこうかなというふうに思っております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。